戦争の映画作っております。 We are making a movie. あ、Thank you very much. 核戦争反対っていうと結構受け取ってもらったりしてますね。核戦争反対の映画作っております。戦争の反対の映画作って、ありがとうございます。核戦争反対の映画作ってます。戦争反対の映画作ってます。We are the making movies. Thank you very much.あそこですね。あっち。はい。複数の方に受け取ってもらいました。外国人も日本人も両方います。そうそう。戦争反対の映画を作っております。戦争反対の映画を作っております。今日は渋谷にいて、はい、ミキさんも合流してですね。はい。これを今これをはい、配ってみました。どうですか？そうでもなんか外国人の方に結構いきなり来てすぐ渡してましたよね。私チラシ配るのはそんなに抵抗はないんですけど、もともとやってましたし、なるほど、メッセージが伝わるようになってるかどうかはちょっと分かりませんけど、私が渡したことも。でもそうですよね、渡さないと始まらないし、知ってもらうためにはチラシの活動が必要だっていうふうに、ゆりさんの考え方には私は理解してます。だから結構その渡す時の短いあの言葉で伝えるのが結構難しいけど、まあ、これをこう読んでもらって、はい、なんか撮ってもらうなんかあの人もいますよね。そうです。じーっと見て、うん、サンキューバイマースって言ってくれる。やっぱり伝え方が難しいなって。そうそうそう、あの聞いてくれる人ばっかりじゃないし、そう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 、なんかその左翼かな右翼かなとか、なんか、まあ、そういうそのどっちでもないっていうことが、うん、伝えるのにがすごい難しいっていうね。自分がもし街を歩いてて、配ってるのをそういうのを見たら、自分は受け取りますかって聞かれたら、配ってる人を見ちゃうから私は。ただ受け取ってくれる気が、受け取る気がする。だって映画を作りたいって。そうそう、後でまあこういうことやってたんだって。あ、そうそうそう。ね、もしあれ時の出来上がった時に今を振り返るとまた面白いかもしれない。なんか思うところはあります。それともし今日受け取ってくれた人の一人の中でも、映画ができて、あの時のこれなんだっていうのに結びついてくれるのは楽しみよ。あ、そうですね。楽しいでしょ。そういうことなんだよ多分。この映画を見ていただいて、考える材料に世界中の人たちが